ブレンダリーはアメリカ合衆国ジョージア州出身で1960年代にチャートのトップの常連であった女性歌手。ロカビリー、ポップ、カントリーミュージックを歌い、1960年代に47曲がアメリカのチャートにランクインし、その10年間のチャートではエルビス・プレスリー、ビートルズ、レイ・チャールズに続き第4位であった。1960年のヒット曲。 I am sorry で最もよく知られ1958年のロッキンアラウンドザ・クリスマスツリーは50年以上アメリカのクリスマス曲の定番となっている4フィート9インチの小柄な体で1957年のロック調に歌った曲ダイナマイトがヒットしたことからリトルミス・ダイナマイトと呼ばれているまたこのヒットにより世界的に知られる ポップスターの一人となった。1960年代後期には声に衰えが見え始めて人気に陰りが出てきたが、1970年代から1980年代を通してルーツであるカントリーに回帰し多くのヒットを残し成功し続けた。ロックの伝道カントリーミュージックの伝道ロカビリーの伝道のメンバーである。グラミー賞特別功労賞を受賞した。 現在テネシー州ナッシュビル在住である。ジョージア州アトランタにあるグレーディ記念病院で、ルーベン、リンジー・タープリーとアニー・グレースのもとに生まれ、ブレンダ・メータープリーと名付けられた。出生時の体重は4パウンド11オンスであった。父親の仕事の都合により、アトランタとオーガスタの間をはじめとしていくつかの小学校を転校した。一家は貧しくその日暮らしの生活であった。 水道設備のない3部屋の家の一室で2人の兄弟とベッドを共にしていた。両親は仕事探しに明け暮れ、リーは毎週日曜日、バプテスト教会でソロで歌っていた。父親はジョージア州の赤年土地帯の農家の出身であった。彼は5フィート7インチであったが、アメリカ陸軍野球チームで11年間左投げの優秀なピッチャーであった。母親も、 同様に、ジョージア州グリーン軍の無学の労働者階級の出身であった。リーは音楽の振動と呼ばれていた。父親が亡くなるまで一家は屋内トイレもなかったが、電池式の卓上ラジオがあり、リーは幼少の頃からこれに魅了されていた。2歳の頃にはラジオで聴いた曲を口笛で吹けるようになっていた。母と姉、または妹によるとリーは3歳になる前に、 地元のキャンディストアに行くとよく歌って、キャンディやコインを得ていた。5歳の頃より、リーの声、可愛らしい顔、舞台での存在感は広く注目を浴びた。6歳の頃、地元の複数の小学校が主催する歌唱コンテストで優勝した。優勝商品は、アトランタのラジオ番組、スターメーカーズレビューでのライブであり、リーは翌年出演した。 1953年、リーが10歳の頃に父親が亡くなり、リーはイベント、地元ラジオ、テレビに出演して、一家の稼ぎ頭となった。アトランタのテレビ局我が TV のカントリーミュージック番組 TV ランチにレギュラー出演していた時、リーの背がとても低かったため、司会者はマイクのスタンドを縮めて、さらに彼女を木箱の上に立たせなくてはならなかった。 1955年、母親は、ジミー・スキナー・ミュージック・センターで働くブエル・レイン・ウォーターと再婚し、一家は、オハイオ州シンシナティに引っ越した。リーは、ケンタッキー州、ニューポートのラジオ局ホナップの2つの土曜日の番組のためレコード展で、スキナーと共に演奏した。間もなく一家は、ジョージア州オーガスタに戻り、リーは、 ジョージア州スワインボロのラジオ局ホヨット AM の番組ザ・ピーチ・ブロッサムスペシャルに出演した1962年4月ロンドンのサットンにあるグラナダにて1955年2月出演料30ドルのスワインボロのラジオ局の仕事を断り ABC テレビオザーク・ジュビリーのオーガスタでの番組宣伝のために来ているレッドフォーリーに会いに行った オーガスタのディスクジョッキーが番組前に、フォーリーに彼女の歌を聴いてみるように説得した。小さな少女から発せられる大声に皆と同様に、フォーリーも釘付けになり、その夜のステージでリハーサルなしで、彼女にジャンバラヤを歌わせることを即決した。フォーリーはこの時のことについて、以下のように語った。私は、今でも初めてあの声を聞いた時のことを思い出すと。 鳥肌が立つ。彼女は片足を草原の火を踏みつけるようにリズムを取り始めたが、あの小さな体の他の部分は微動だにしない。彼女の声の魔法は私に舞台を降りることを忘れさせるほどの衝撃だった。観客の前での振る舞い方を26年間学んだつもりであったが、私の口は2マイルに広がり目が点になったようだった。観客はパンチの効いた。 独自の歌唱力に大いに盛り上がり、さらに3曲を歌い終えるまで舞台を降りさせなかった。1955年3月31日、10歳でミズーリ州スプリングフィールドのオザークジュビリーで全米デビューした。5年間の番組出演契約は母親とマネージャーが起こした訴訟により破棄されたが、彼女は番組終了までレギュラー出演し続けた。 二ヶ月弱後の1956年7月30日、デッカレコードは契約を持ちかけ、彼女の一枚目のシングルレコードは、A 面、ジャンバラや B 面、ビゴロ6200ロとなった。二枚目のシングルは、クリスマス曲、アイアイムゴナ、ラッソサンタクロース、クリスティークリスマスであった。1956年12月11日に12歳になったが、 これら最初のデッカのシングルでは、リトル・ブレンダリーとクレジットされた。1956年の以上のシングルは、チャート入りしなかったが、ヒュー・アシュリー作曲の1957年の1枚目、ワン・ステップ・アット、A タイムはポップを呼び、カントリー双方のチャートでヒットした。次のヒット曲、ダイナマイトでは、身長が明かされ、リトル・ミス・ダイナマイトと、ニックネームが付けられ、 その後も使用され続けている。当初カントリーの会場や公演で人気が出たが、レーベル及びマネージメントは、ポップ歌手として売り出すのがベストと考え、その結果1960年代のカントリーのラジオ局では知られたヒットがなく、ナッシュビルの名演奏家たちとカントリーのサウンドで演奏していたにもかかわらず1969年の ジョニーワンタイムまでカントリーでのヒット曲がなかった。1965年1950年代後期から1960年代中期にかけてロカビリー及びロックンロールのスタイルの曲で、ポップチャートで大きな成功を収めた。彼女の最大のヒットは、ジャンバラやスイートナッシングス第4位。カントリーミュージシャンのロニーセルフ作曲、乙女の青春、オールアローンアムアイ。 フール1である。また、ポップをベースにしたヒット曲には他に、That's All You Gotta Do, Emotions, You Can Depend On Me, Dum Dum, 1962年、Break It To Me Gently, Everybody Loves Me But You, As Usual などがある。1960年の That's All You Gotta Do から1962年の All Alone I'm I まで、 ビルボードのホット100でトップ129曲連続ランク位にし、女性歌手としてのこの記録は1986年にマドンナに破られるまで保持された。リーのキャリアを通して最大のヒット曲はクリスマス曲であった。1958年13歳の頃にプロデューサーのオーエン・ブラッドリーが、ルドルフ・ザ・レッド、ノーズ・ド・レインディア、エイホリー・ジョリー・クリスマスなど、 カントリー歌手へのクリスマス曲で数々の成功を収めていたジョニー・マークス作曲の新曲のレコーディングをリーに依頼した。ギターのパートはハンク・ガーランド、サックスのソロはナッシュビルのアイコンであったブーツ・ランドルフが担当し、7月にロッキン、アラウンド・ザ・クリスマス・ツリーを収録した。11月にデッカはこのシングルを出版して5000枚しか売れなかったが、 1959年に再出版されるとヒットして最終的に500万枚売り上げた。1960年、後に彼女の代表曲となる I a m Sorry を収録し、ビルボードのポップチャートで第1位となった。これが彼女の最初のゴールドレコードとなり、グラミー賞にノミネートされた。カントリー曲としての出版ではなかったが、 弦楽器及びレガートなハーモニーのバックコーラスを用いた、ナッシュビルサウンドの最初の最大のヒット曲となった。数ヶ月後、ロッキン、アラウンドザ・クリスマス・ツリーが3度目の出版をし、売り上げは雪だるま式に伸びた。この曲は、毎年12月になると流れ、後の世代にもリーはこの曲で認知されている。 リーのポップチャートでの最後のトップ10シングルは1963年のルージング・ユーであったが、1966年のカミング・オン・ストロング、1964年のイズ・イット・トゥルーなど、他のチャートに残り続けた。イズ・イット・トゥルーは、ミッキー・モーストのプロデュースで、ギターに、ビッグ、ジム・サリバンおよびジミー・ページ、ドラムに、ボビー・グラハムが参加し、 イングランドのロンドンでレコーディングした唯一のヒットシングルとなった。ウエストハンステッドにあるデッカレコードの第二スタジオで収録され、B 面はレイ・チャールズの1959年のホワッド・アイ・セイのカバーが収録されたがアメリカでは出版されていない。初期の頃からイギリスでも人気があった。アメリカでポップ歌手としての賞賛を得る前の1959年、イギリスを ツアー公演した。1959年に収録され1961年に出版されたロカビリーのレッツジャンプザブルームスティックはアメリカではチャートに入らなかったが、イギリスでは第12位となった。その後イギリスで2曲がトップ10に入ったが、これらの曲はアメリカではシングルでの出版はなかった。 イギリスでは1962年初頭、スピークツーメプリティが最高第3位で、彼女のイギリスでの最大のヒット曲となり、ヒアカムズザットフィーリングが第5位となった。ヒアカムズザットフィーリングはアメリカで、エブリバディラブズメバットいうの B 面となり、第6位となった。しかし、ヒアカムズザットフィーリングは、ビルボードホット100で最高第89位になった。また、 アイルランドもツアーし、1963年4月、ダンス及びエンターテイメントしスポットライトの表紙を飾った。1960年代、リーのイギリスツアー公演の前座を務めたのは、当時あまり知られていなかったリバプール出身ビート、グループのビートルズであった。1963年3月、リーは、トニー・シェリダン、バチェラーズ、マイクベリーとツアーした。 1965年に来日した際、TBS のスタジオで当時のバックバンドや広田美恵子らと共演したスタジオライブブレンダリーショーが放送され、映像は VTR に録画されて TBS で保存されている。1970年代初頭、リーはカントリーミュージックアーティストとして再確立し、カントリーチャートで多くのトップ10ヒット曲を生み出した。 うち1曲目となる1973年のノー b ディ y w i n は第5位となり、ポップチャートでは第70位で最後のポップチャートのトップ100にランクインした曲となった。マーク・ジェームスが作曲した次のサンデー・サンライズは10月のビルボード・ホットカントリーチャートで第6位となった。他の著名なヒット曲には、ロングアイデ e a s Big Four Poster Bed、Rock、 ヒーズマイロックなどがある。数年間ヒットがなかったが、1979年の、テル、like ・メホワット・イッツ・ライクが、再びトップ10に入った。1980年には、ザ・カウガールザ・ダンディ、オークリッジ・ボーイズが、バックコーラスを務めた、ブロークントラストの2曲もトップ10に入った。1982年のアルバム、ザ・ウィニング・ハンドは、ドリー・パートン。 クリス・クリストファーソン、ウィリー・ネルソンが参加し、アメリカのカントリーアルバムチャートでトップ10に入り大ヒットとなった。ジョージ・ジョーンズとデュエットした1985年のハレルヤ・アイラブ・ハーソが最後のヒット曲となった。その後もレコーディングや過去の曲を4カ国語で演奏するなど世界中での活動を続けた。1992年。 ウィリー・デビルのアルバム、ループ・ガローの収録曲、ULL Never No でデュエットをした。現在もリーは、ツアー公演を含む演奏活動を続けている。2002年、ハリー・ペリオンより、自伝、リトル・ミス・ダイナマイト、ザ・ライフ・タイムズ・オブ、ブレンダリーが出版された。失恋の曲が多いが、1963年から、ロニー・シャックレットとの婚姻が続いている。彼は、 音楽業界のやり手として、彼女を長期間にわたる経済的成功に導いている。ジョリーとジュリーの二人娘とテイラー、ジョーダン、チャーリーの三人の孫がいる。1990年及び2001年、ロックの伝道の最終選考に残ったが選ばれず、2002年についに伝道入りした。2006年9月、 芸能活動が50年以上となったことを祝し、ナッシュビルのソースファンデーションによる、ジョー・ミーダー・ウォーカー特別功労賞の二人目の受賞者となった。1997年、カントリー・ミュージック・伝道ロカビリー・伝道ヒット・パレード・伝道に、伝道入りした。2008年、ロッキン・アラウンド・ザ・クリスマス・ツリーが、 クリスマスの定番として50周年を迎え、2009年2月、ナショナルアカデミー・オブ・レコーディング・アーツ・アンド・サイエンスから、グラミー賞特別功労賞が授与された。チャック・ベリーは、アルバム、ストリート・ルイス・ツー・リバプールで、彼女のことを曲にした。1973年、ゴールデン・イヤリングのヒット曲、レーダー・ラブで、ラジオから懐かしい曲が流れている、ブレンダリーの。 カミング・オン・ストロングという歌詞がある。1978年、バートン・カミングスのアルバム、ドリーム・オブ・エーチャイルドではリーがヒロインとなっており、タイトル曲で、私が子供の時、エルビス・プレスリーの夢を見た。角に立って、ブレンダリーにキスをしたという歌詞があり、最後には、私は、ブレンダリーを愛している、ブレンダリーは私を愛しているという歌詞がある。 1985年、ベン・ボーンは、アイ・アイ・ム・ソーリーという曲を作曲及び出版し、後に、マーシャル・クレンショーがカバーした。映画、トランザム・7000でもリーについての言及がある。1990年の映画、ホーム・アローンで、ロッキン・アラウンド・ザ・クリスマス・ツリーが流れる。1991年の映画、フィッシャー・キング。1993年の映画、ボーイズ・ライフ。 クリスファーレイは、トミー・ボーイで、アイアイムソーリーが流れる。2009年に高評価を得た、17歳の肖像で、スイートナッシングスが流れる。2006年11月1日放送の ABC のドラマ、ロスト第3シーズンのエピソード、ザコストオブリビングで、コリーンの葬式のシーンで1963年のアイワンダーが流れる。NBC の アメリカンドリームズの2エピソードで、ケリー・クラークソンが、リー役で出演した。AMC の、マッドメン第2シーズン第7話、ザ・ゴールド・バイオリンのクレジットのシーン。ABC の、パン・エ m ム・パンナム第1シーズン第7話で、ブレイク・イット・ツー・ジェントリーが流れる。2010年のゲーム、ベヨネッタのエンドクレジットで、リーがカバーした1963年の、 プライミートゥーザームーンが流れる。トランザム7000で、バンディットが好きな歌手として、リーの名を失念したことから、続編、トランザム 7000VS 激突パトカー軍団では以前、バンディットの敵であったジャスティス保安官が、自分のことを覚えてくれていたことに喜ぶ結婚式の、招待客、ナイスレディー役で、リーが、仮面を出演した。2013年、 カニエ・ウエストのアルバム、イーザスの収録曲、バウンドに,にスイート・ナッシングスのリーの声が使用されている。1979年、ニコス・ニコレディスの映画、ザレ・チーズ・アースティル・シンギングにも、リーの歌が使用されている。ブレンダリー、ザレディー、ザレジェンド。ブレンダリー・プロダクションズ、2009年4月14日、時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月10日閲覧。 h t t p w w w g e o r g i a e n c y c l o p e d i a o r g スラ a シュア r t i c l e s ラ a シュ a r t s c u l t u r e s l a b r e n d a l e e b 1 9 4 4 d e e remembers the church as not being truly.Primitive.Baptist. But the Congregation did engage in foot, washing and performed baptisms in, a river, oral remembrance of grace rainwater.recounted in Little Miss Dynamite, Lee, Brenda O'Luhan, Robert K. Cre, Jerry, Little Miss Dynamite, The Life and Times.of, Brenda Lee, Hyperion, ISBN 0-786885580-Argaro Kiss. アンディリラクタントレジェンド。クリスチャニティトゥデイ、2008年4月2日閲覧。アイオルソーハバポスターオブザビートルズ、サインドバイイイチワンオブゼムビコーズゼイユズドツー、オープンフォーミーイン、イングランドビフォーゼイワー、エイサクセス、ハットウーディング、ダン。リトルミスダイナマイト、リターンズツーハーゴズペルルーツウィズ、エイリトルヘルプフロムサムオブハー、ベストフレンズ。 アシストニュースサービス。2014年7月14日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月3日閲覧。ホワイルインイングランド。I had met this group of young men and they tsuad.with me through out Germany and parts of England.they were then.cold the silver.beatles and they later became known as the beatles. 思い出は涙だけステレオ。soundfinder. マッチファインダー。2017年7月9日閲覧。ブレンダリー、赤坂の夜は更けて、オークファン。2017年7月9日閲覧。思い出のバラ。サウンドファインダー、マッチファインダー。2017年7月9日閲覧。ブレンダイ、ごめんなさいね。 レコードショップファインデミュージック2017年7月9日閲覧ブレンダイブレンダリー思い出さないで思い出さないで D1264 スラップラバーレコード2017年7月18日閲覧ありがとうございます